はい、こんにちは、じいちゃんでーす、かちゃんでーす。ぬいです。お昼下見を終えまして、して、夜も暗くなりまして、さあ、実験開始でございます。実験開始です。今日は、まあ、何の実験やったっけ除霊をする実験を、みんなにね、要はかっちゃんがどんな風にその幽霊を除霊してるよっていうのをかっちゃん自身に説明しながらやっていただこうと。そうです。ムイが聞いた記憶ではかっちゃんは要はあの世とこの世の狭間ぐらいのところに立って除霊させるって言うから、だから視聴者さんよく考えてくださいね。要は今かっちゃんがその現世に 100% いる状態です。そこから幽霊を体に取り込みます、半分あっちの方に、じゃあ半分あっちの方に行ってから幽霊取り込みます。で、一回現世に戻ってきて、はい、幽霊を今入れました。もう一回その50%、50%のところに行って、除霊させます。で、はい、戻ってきました。はい、除霊しましたっていうのっていうの、かっちゃんのメンタルだけがすり減るというね、過酷な作業をやらせる予定であります。みんなには何をやってるか意味はわからないかもしれんけど、なあ、どうだろう。ピントが合わなくなったりしてくれたらありがたいわな。あい、そういう説明しながらやっていただきたいというとても面倒なことをお願いしております。すごい難しいんです。どう説明していいかが僕にも分かりません。はい、この企画をかっちゃんに説明したらやったことないから分からない、練習させてと言ってきたのがこの三島池でございます。そう、三島池にはちょっとさ恨みがあってさ、俺の僕の方も何とは言わんけど前回の動画を見たら分かるよ。そう、分かるよ。すげーね、悔しい思いをさせられた場所なんで、そいつを探しまくって10倍返しやということで、ちょ今日はなんかそういう風です。それはまあムイ君の企画ですから僕には分かりません。はい、ぶっちゃけ、うん、うまくいくのかっていうか上手にできるのかあたりさっぱりな企画でありますので、そう無茶ぶりですねここへ来て初めてその企画を教えられたぐらいですから。行ったよ。1ヶ月も行ってねえな。2週間ぐらい前に行ったよ。うん、そう。あれ、あそこでやると思ってた。こんなとこへ来てやるとなんて思っても言える。練習させてって言ったのあなただからね。家の中で練習するんかなと思ってもった。できるなら練習しといてとは言った。もうぶつけ本番やと思ってたら、なぜかしらここへ来て、ちょっと、来ちゃったわけよ。三島池。まあ、三島神社でいいのかな。池の方にぶっちゃけ用ないので。用ねえし。じゃあ、皆さん、やってみましょう。さあ、うまくいくのか。そう。すると、映像も飛びますから、よろしくお願いします。やること多いね。頑張ってね。やるよ。カメラ構えてるだけだから、俺。もう、半分以上が見えたって言ってもらえるぐらい頑張っちゃうから、俺。なんていうか。大丈夫なのかな視聴者側は。それ分かりません。視聴者さんは視聴者さんで何かあったらここまで来てください。はい、コメント欄に、なんかこの動画見てるとラップ音すごいんですけど的なのも受け付けますので。受け付けます。受け付けるけど別に何もしないけどなんかできるの。DM に送ってください。はい、ツイッターの方にもね、かっちゃんの DM が何だ。そうすればあるので、10日捕まえればその部屋を僕が霊力を飛ばしますもんで、九州までは飛んでいくから多分北海道も飛ぶと思いますもんで、じゃあ皆さんやってみましょう。行きましょう。はい、頑張りましょう。チュース。さて、すげえ。さあ、今からでは。違う、すげえじゃなくて、それは何？もう攻撃が始まってるっていう話、向こうから。そうですね、今ね、ちょっとね、うわもう、本当に。フラッシュタイト真っ暗なんだよ。いい感じに後ろのその電灯が眩しいからな。オーブが集まってきたね、いいね。あ、来とるね、こいつだ。激しい戦いの予感。むかつく。下におるな。ここら辺が今、デスです。ここは
今、すごい量ですね。あれね、除霊を始めるタイミングになったら教えてね。向こうがいきなりついてきた場合も、まあ言えそうなら教えてね。検索中？今隙を作っとるだけ。画像どう？ボケたりしてきとる？あのピントが合わんようになったり。今んとこなんとも、ちょっと画面の方ばっかり見てますかい。見ちゃった方がいいと思う。もうちょっと離れた方がいいかな。今こっち側から。はい。冷たい風が吹き始めてきてるから、そういう場合はそのあなたから見て右側かな、そうこっちに右側悪い子がいるってパターンでいいの。そうだね、うん、こっち側ね、今写真撮る。うん、そうだね、こっちから来てるね。全然隙作ってねえぞこいつってバレてますけど大丈夫か。いや、隙はもう完全、穴は開けてあるもんで。ああ、はいはいはい、あの霊感のバリアのどっか一つに、はい、今映り悪い？はい、特に変化ないですよ。おかしいな、もう俺の方はもう肩がすげえ張るように痛くなってきとるで。それはもう取りつかれつつっていうことなんですか。いや、今体に触ってるぐらい、外から今入った、完全入った今。お来た、あーやっぱこんな感じか、来ましたね。画像どう？なんともない？わからない。なんともないと思うけど、視聴者さん違和感あったら教えてください。もう違和感だらけだよ。やめて、手ぶれ。笑うのでぶれる。ちょっとカメラ写真撮って。はーい。よいしょ、よいしょ。逆光あれだね、あれか。どう撮れるか、ちょっと待ってね。うん、どう、あなたはまだ今体内に入れてる状態なの？入れてる状態。もう自分で自分を抑えとるのが精一杯。うん。なんかどんな感じに辛いとか実況してくれるとまだ助かる。肩が痛いのと？肩がもう張るように痛いと、腰が痛いことと。今のところバランス感覚がないっていうことだけですね。それはその人が死んだ時に何か関係あるの？分かんねえ。分かんねえ。あーやべ。あーこれきついな、もう。よし、取り込んでないでそろそろ除霊に行きますか。カメラ貸して。はい。いや、抜けたり入ったりしとるや、仕上がった。アトラクション扱いされてる。でも今一つ入れたで。はい。
なあ、こうなるのかな、やっぱ。私は頭が痛い。頭が痛い。息苦しい。私は私はあなたはいくつなんですか、お年は。私は年が思い出せんじことはちょっとフリーなこいつ。おお、まあまあ記憶も薄れるぐらい、なんていうの、昔の方か。私は見た目32ぐらいだな、多分32、3歳だよね。俺と同い年くらいか。そうだね、ああそうだね、ああ、うわ、いてぇ、そっくらいじゃがいてぇ。腰痛ぇ。今、女性が入ってます。32歳ぐらいの女性が入っています。女性です、はい、今は力で抑えています。はい、だけどえれえな、こういうのって。結構えれえな。試しといてよかったな。弱いやつ入れといてよかった。ここではないんだけど、はい、うん、ここではないけど、なぜかここにたどり着いたっていう子が一人入ってます。おお、うん。私は なぜ死ななくちゃいけないの。こんなことを、私はなぜ死ななくちゃいけないの。私はなぜ死ななくちゃいけないの。私はなぜ死ななくちゃいけないのって言われても俺にもわかんねえ。で、今俺に声をかけられてます。はい、これを成仏させていただきます。成仏させていければならば、ここからちょっと無になります。はい、あなたの心、でも口で言わんとかもない。あなたはもう成仏して黄泉の国に行った方があなたにとっては楽かもしれません。こんなとこにおるよりかはもう迷わず成仏した方がいいと思いますよ。うん、そうなんですかって。おお、うん、もうじき猫が寄ってきますって言っとるぞ。猫、うん、なんか近くに猫がおるらしいなって。うん、さすがにな、今なんか今すごい、今説得してます。すごい悩んでるみたいです。ああ、成仏した方がいいと思いますよ。僕的にはこんな自殺した者に対して天国に行けることは分かんないけどな、俺も。成仏しよう、成仏して体を楽にした方がいい、霊体はなくした方がいいよ。
このまま一気に消去したろか。俺に聞いてる、あの幽霊に聞いてる。あなたに聞いてる。迷ってるからさ。ああもう偉いよ。出てけよお前。出てけよお前はひどい。そう。なんか俺の言葉が通じるんだったらまた別に後押しするんだけどな、なんか通じるかなって思うしな。そういうなんか俺がね、もっとなんかこんなとこほっつき歩くよりなんかさらに、あなたの言い方には心がないって、ぶっ飛ばす。人の心を読んでんじゃない。あなたの言ってる言葉には心がないって俺が言ってるんじゃないから知らない。よしかっちゃん強制的に除霊していいよ。あかん、コメディチックになる。でも当たってるね、心がない言葉っていうか。かっちゃんも除霊するぞ本当には。あ、納得してくれたみたい。成仏するって言ってます今。さあ今から、僕は今からこの人を成仏させていただきます。はい、お願いします。ここからはもう僕ちょっとだけすいません、黙り込みます。はい、ノート、おっす、いけました。はい、お疲れ様でございます。おぉ、痛い、腰が痛い、肩が痛い。一人の子を除霊するのにそれぐらいの時間を使うもんなんですか、基本的に。え、なんかもっと成仏させてっていう子だったらもっと早く除霊できたりする。うん、勝手にするやつもおるもん。あ、勝手にやらせてもらってきるのね。今回は説明しながら、その何、どういう子がっていう、その名前は、名前が、名前、聞くの忘れた。成仏しちゃったよ。あれ、名前が何だ、あれ、名前聞くの忘れた俺。そう、背はこのぐらいです。あれでも俺と同い年って割にはだいぶ低いね。とても綺麗な方でした。はい、うん、死んだのは事故死です。ああ、やっぱりその望んで死んだわけじゃない。そうなんかで事故を起こした人は生きてるらしいです。今はいいおじいさんだそうです。だから、私はなぜ死ななくちゃいけないのっていうのは、そこを今、まあ、風な事故に納得いかなかったっていう、風な事故に巻き込まれてしまった、そのなんかそう理由というか、神様に聞けるもんなら聞きたい理由ですわね。そうそうそう。で、僕はもう心の中でそれが運命と、うん、うん、運命というものがあって、受け止めるしか、それはもう自分に対して望むこと、納得しなくては一生後悔しますよ。うん、うん、ずっとそれを悩んでいくぐらいならば、黄泉の世界に行った方がいいですよっていう説明をずっと心でしました。頭痛い、もう今痛いな、もうこれやるんだ、もう一回。そうね。きついなぁ、おい。画像とか全然変わらんかった？割とブレてないと思うんすけどね。そんななんか、うん。
ああ、ピンボケしてるなっていうシーンは特にない。俺が見てる範囲である。だからあんまり強いやつじゃねえな。話せるメンタル残ってる？大丈夫？大丈夫。よし。で、問題の、まあ、橋の方にね、はい、次回行くわけですけれど、おう、あの橋の子は今除霊させた子と比べて強いの弱いの？強い。あら、まあ。あっちの方がやべえな。俺やべえな。しっこそ、これ。これやべえぞ、お前。頭フラフラするね、酒飲んでるような気分になるんだぞ、これ、お前、知ってる？っていうか、あれだね、今日さ、ほぼほぼこの夜になるまで雨降ってたじゃないですか。地面に座れないのが一番でかいなって思いながら見てた。そう、倒れねえから倒れたくない。で、抜けた瞬間よ、力が抜けるんだ、俺の。はい、映りましたね、一瞬、なんか、ガクッとなったやつ。うん、あれ本来だったら膝つくんやけど、やべ、やべ、押さえんと、濡れちゃうんでさ。なんか椅子に座りながらとかの方がいいですかね。えらいな。体に入れてさ、喋、はい、るっていうことはすごいすごいのよ。押さえつけないといけないから。そうね。押さえつけて余裕ができたところでその喋らなきゃいけないわけだから、ね。押さえつけないと要するに自分が乗っ取られちゃうやん。うんうんうん。そう。そうすると。自分で戻ることができんようになったら大変やもんで、結構力いるのよ。結構なパワーをいるのよ、押さえつけるっていう。だからわざと肩と 腰とかを痛めて力を入れさせんようにするんやって。良い子の皆さんは真似しないでください。はい、かっちゃんがこれだけ苦戦するってなかなかレアケースですので。これはね、ポンポンレアというよりもやらなかったのはもう本当に高級になるから嫌なんですよ、僕。本当だったら多分ね、もうちょっときつかったら多分画像がボケたりするんだよ。まあその辺はな。